今ね、ちょっとね、めちゃコミック、めちゃコミックっていうパソコンとかスマホで、こう、漫画読める、スクロールして漫画読める、サービスで、ちょっとね、少しを購入して、ポイント購入して、男友達が激甘彼氏になりましたっていう作品をちょっと漫画読んでるんですよ。まあ、恋愛ものですね。うん、まあ、ちょっとこう、ボーイッシュな女の子と、ちょっとね、こう甘い、こう、彼氏、男の子と、まあ、最初友達同士だったんだけど、ちょっと恋に発展していくっていう、まあ、ちょっとね、まあ、人間のね、こう、心理、まあ、その心の傷とかそういうもののテーマにした、ちょっとね、まあ、可愛らしいね、映画のね、ちょっと作品ね、ちょっと前から気になってたんですけど、ちょっとね、ポイント、購入してちょっと読んでてね、今ね、第8話まで見ましたね。次ね、第9話今から読むんですけどね、ちょっとなかなかね、こう、まあ、ワクワクというかね、ドキドキワクワクの展開でね、まあ、あんまネタバレは言わないんだけど、今からね、この二人はちょっとこうね、部屋に行ってね、こう、まあちょっとこうね、まあ、あれですね、こう結ばれるわけですね。まあちょっとそういう、第9話。ちょっと見ますわ。第9話、大事に抱くから。いいね。この彼氏が結構ね、やっぱね、いいんですよ。調子に乗ってる感じじゃなくて、なんかこうね、真面目でね、一途で、彼女のことを大切に持ってて、いいんですよ。うん、彼女もね、なんかボーイッシュだけど可愛いしね。絵も好きだな、俺これ。よし !GO! 第9話、大事に抱くから。ちょっとね、画面見せられないからさ、これほら、有料のあれだから。よかったらね、こうちょっと皆さんも、めちゃコミックとか、まあ、いろんなね、コミック読めるサイトでね、登録して、ちょっとお金は、ちょっとね、300円とか200、400円とか、かかるけど、まあ、面白いんでね、よかったら読んでみてください。公園でね、ちょっと、まあ、二人で話しててね、ちょっと話し合って、で、じゃあちょっと今からもう、帰るか、帰って、まあちょっとね、今から結ばれるわけですね、二人はね。ほぉちょっとね、まあ、セリフとかもね、やっぱネタバレになっちゃうから、ちょっと内容は全然伝えられないんだけど、まあちょっとね、すいません。俺だけしか映ってないんだけどね。へへ。いいね。男とかっていいね。もう。おなんかこうね、いいわ。やっぱなんか、いいね。恋愛ってやっぱいいね。うん。俺あんま経験したことないからさ、でもこの彼女のね、いろんな表情とかさ、ちょっとね、ちょっと心に傷を抱えた彼女とね、心の傷が癒えていく表情とか、恥ずかしがってる表情とかね。いいね、こんな、ね、なんか、まあ、うん。この彼氏のゴータくんがね、すごいね、優しくていいやつなんですよ。大事に抱くから。やっぱこれが大事だよね。うん、やっぱね、女性に対、まあ、男サイドから言うと、やっぱりその女性をね、やっぱり大切にするっていう姿勢が大事なんでしょうね。いやいやでもいいわ、この漫画すごく俺好きだな。恋愛したくなってくる男と女っていうのは、まあ男と女が怖くてたまらなかったってなんかまあ俺動画で前言ったけどさ、でもまあね、いろいろね、深いですよね、深いですよね。こういう素晴らしい世界もある。うん。だからみんななんかこう、性愛というものを追い求めてるのかな。そういうなんかすごく感じたわ、この作品。うん。まだちょっと全部ね、9話全部読んでないんだけどね、まだね。じっくり時間かけてみたいよ。もう、ちえちゃんのね、こう、顔が違うんだもん。第1話とか2話とか3話と最初の頃と、この第9話の時のね、ちえちゃんのね、こう目の光り方、目の中にこう、目の光ってるじゃん。もう表情がもう全く違うのよ。うん。でも、最初の頃は結構ボーイッシュな感じでね。うん、オッケーみたいな感じだけども、今はもう違うわけですよ。いやー。ああ、やばいな。
性というのはこんなに素晴らしいものだったのか。表情の描き方が素晴らしい。うん。この漫画の、ちえちゃんの表情が最高。やっぱりあれだな。俺を今感じたのは、やっぱこう、まあね、こう、性行為っていうのは男と女がね、まあまあ、同性の場合もありますけれども、まあ基本的に男と女が、まあ性行為する、まあ肌と肌を重ねてね、肉体関係を持つその、時っていうのは、やっぱこうね、やっぱ精神がすごく、やっぱこう、関わり合ってるというか、まあ俺、性の6時間の生配信の時、ちょっと自分のね、まあその、まあ、風俗の体験談に話して、ちょっとね、まあちょっと話したけど、まあその時でも触れたけど、やっぱり、その自分の心の中でその相手のことを、こう、心開いてるかどうか、シャッター閉じちゃってるのか、それともシャッター開いてね、傷つくかもしれないけど、そういうリスクをこう取って、こうもう、心を開くってことは、その、なんていうかな、その、まあ、体のね、隅々まで張り巡らされた、その神経、まあ、その快感をね、こう、まあ、触れて、だって、なんか気持ちいいなとかね、まあ、その性的なね、こう、まあ、快感を、まあ、その感じるための神経っていうのが体にね、こう、巡らされたけど、その神経がオンになるか、オフになるか、それが多分、大事な鍵ですよね。まあその、まあ女性の場合ね、まあその、まあ特にね、まあその、まあ、性行為の時に、まあその、気持ち良くなってるかどうかって、その体の反応として、まあ現れるじゃないですか、女性は特に。まああんまりこう、生々しい表現言わないですけども。まあそういうことから考えて、そのやっぱこう、相手に対してね、こう、心を許して、心を開いてると、その快感を司るその神経がこう解放されてオンになって、で、相手こうと触れ合って、すごくそのね、こう、幸せでこう、気持ちよくて、こう、快感、になるんだね。うん。で、それがね、まあ、こう、今、第9話のちえちゃんにね、現れてますね。うん。ちえちゃんはその、やっぱ、彼氏のね、もともと男と友達だったんだけど、彼氏になったその、優しいゴータ君にね、まあ、受け入れてもらって、優しく受け入れてもらって、で、こう、ちえちゃんね、こう、少しずつ心を開いて、まあ、最初からね、別に心閉ざしてたわけじゃないけど、まあ、その過去のね、過去の、男、男性関係で傷ついたトラウマがあって、か、ちえちゃんにはね、で、その、引きずってて、今、ゴータ君と関係を持った時に、ちょっとね、やっぱこう、まあ、過去のトラウマを引きずって、男性が怖いみたいなね、まあ、そういう関連のこう、傷を抱えてて、まあ、ある意味男に対してシャッターを閉ざしてたけど、それをこう解放して、で、その快感の神経のスイッチがオフからオンになっていったんだね。うん、それが第9話のね、まあその、に現れてますね。このちえちゃんのね、このまあそのね、まあその非常にね、その快感を感じてるこの、まあ女性のね、もう顔をあくらめてるこのちえちゃんのこう、表情、たまらんすよね。でまあその、見てておじさんすごく嬉しいんですけども、やっぱこう、まあそういうふうにこう、まあちょっとこう頭で考えてね、ちえちゃんのね、こう快感のね、こう、神経が多分オンになったんだね。そうね、こう性行為がね、すごくその気持ちよくてね、幸せなものになりますね。ちょっと語ってしまいました。すいません、ちょっと長く語ってしまいました。いや、素晴らしいですね。男と女っていうのは。おぉ。OK、ちょっとね。まぁ、ちょっとまだ全部読んでないんだけど。いいな。OK、ありがとう。ゴータ君とちえちゃんにね、ありがとう。いや、引き続きね、ちょっと読んでいきたいと思います。いやー、なんか満たされますね。うん。なんかすごくね、わー、素晴らしいなって、性愛って素晴らしいなと思いました。皆さんもね、この作品よかったら読んでみてください。はい、カツ丼でした。よかったなー。ちえちゃんよかったなー。ちえちゃんよかった。幸せになってよかった。